いい感じに連射してくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は飛行型パワードスーツを作ってみようと思います。私が乗って空を飛びながら、遠距離と近距離の両方を攻撃できるようにしようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、パワードスーツのフレームからですね。飛行しやすいように、軽い焦がした草を使って、パワードスーツっぽくなるように、組み立てていきましょう。私の頭の位置には、ヘルメット的なものもつけておきました。腕の部分には、タングステンのブレードを装備して、近距離を攻撃できるようにします。フレームは大体できたので、ここからは、飛行用の装備を追加しましょう。こんな感じで、ベアリングのバネで稼働するように、古代の合金を組み合わせて、そこに2つのモーターと、全部で192枚の薄い草を重ねた、小型のプロペラを装着しました。操縦席に乗って、ハンドルを上下させると、プロペラの角度を変えることができます。この動きで、前後に進む方向を変えるわけですね。ついでに、プロペラを動かすバッテリーと、スイッチを取り付けたら、早速スイッチをオンにして、動かしてみましょう。ちゃんと回ってますね。回転数を測ってみると、こちらが 385rpm、もう片方は 384rpm と、ほぼ同じですね。飛ぶには十分な回転数だと思います。試しにこのまま、地面との固定を解除してみると、おっと、後ろにこけてしまいました。私が乗って、バランスを取る必要がありそうですね。早速操縦席に乗り込んだら、スイッチを入れてみましょう。そうすると、よし、飛行することができました。徐々に高度を上げていった後は、手でレバーを前後させれば、機体の角度を保ったまま、プロペラの角度を変えて、前後に進む方向を変えることができます。左右には角度を変えられませんが、機体を傾けることで、横方向に動くこともできました。そのまましばらく飛行を楽しんだら、木を狙って、突進してみましょう。すると、7000ダメージ以上与えて、しっかり破壊できました。機体も壊れていないのがいいですね。ここでバッテリー切れになったので、そのまま海に落下すると、壊れてしまいました。水には弱いみたいです。それでも、全体的に軽量で、コントロールしやすいので、簡単な操作で、空中を自由に移動することができます。そして、着地したいタイミングで、スイッチをオフにすることで、簡単に着陸できました。プロペラの制限、少し横に広いんですが、それほど着陸にスペースを必要としないので、なかなか使い勝手はいいじゃないでしょうか。突進速度もなかなかなので、しっかり速度が乗った状態で、木の葉っぱに体当たりすれば、1万ダメージを超えることもできました。その後もバッテリーが切れない限り、使い続けられるのが強いですね。でも近距離しか攻撃できないので、右手のブレードをサブマシンガンに変更しましょう。トリガーに使うスライムを操縦席から口に近づけて、食べられる位置に固定し直しておきました。この状態で、プロペラのスイッチを入れてみると、ダメですね。サブマシンガンの重量が増えたせいで、ほとんど浮かびません。とりあえず、スライムを食べて、発射を待っていると、
おっと、サブマシンガンからのダビューのせいか、機体が壊れてしまいました。壊れないように木の板を貼り付けて爆風を防いでみましょう。この状態でもう一度飛んでみると、板を追加した分さらに高度が低くなりました。それでもとりあえずもう一度サブマシンガンを発射すると、途中までは持ちこたえましたが、結局壊れてしまいました。それでも少しはいけるので、よしとしましょう。それよりも移行能力が低すぎるのが問題なので、それぞれのプロペラに薄い草を10枚切り出して追加で貼り付けました。40枚追加されたので全部で232枚になります。回転数を測ってみると、こちらが 327rpm、 さっきよりも 60rpm ほど落ちましたが、問題ないレベルです。もう片方も 325rpm とほぼ同じですね。早速乗ってスイッチをオンにしてみると、すぐにふわっと浮かび上がってくれました。プラプラの草の数を増やした効果が早速現れましたね。パクッとスライムを食べたら、しばらく飛びながらサブマシンガンへの転換を待っていると、いい感じに連射してくれています。最後まで打ち切っても壊れずに移行を続けられました。今度は射撃後の体当たりも見てみましょう。こうやって空中でサブマシンガンを打ち尽くした後、木に向かって体当たりしてみると、よし、木の葉っぱにぶつかって破壊することができました。遠距離と近距離どちらも攻撃できるのは強いですね。今度は木を狙ってサブマシンガンとブレードを両方当ててみましょう。スライムを食べて離陸して、いい感じの高さまで浮かんだら、弾が発射されました。左側の木の幹に当たって、しっかり破壊できてますね。ここからさらに、右側の木に、ブレードでダメージを与えてみましょう。かなり高い高度から、急降下アタックを仕掛けると、1万ダメージ以上与えて、ザクッと切れてますね。残骸が隣の木にもぶつかって、飛びの倒しのように、倒すことができました。その後も移行能力を失うことなく、無事に帰還しました。次は威力を試すため、ドローン工場の壁を狙います。ちょうどいい高度から、サブマシンガンを撃ってみると、威力不足ですね。当たっても壁は破壊できそうにないです。何度撃っても、ほぼダメージがゼロなので、弾を撃たずに、そのまま低空を飛んで、ブレードで攻撃してみると、よし !15,148 ダメージ一撃で破壊できました。やはり耐久力の高い敵には、ブレード攻撃ですね。では次は、こちらの風力発電機を狙ってみましょう。これだけ細いものが相手だと、まず弾を当てることが難しいです。それでも何度も繰り返し、発射しまくっていると、なんとか当たりましたが、ダメージはわずかです。そのままブレードで攻撃しましょう。すると、ブレードが当たらず、本体が衝突して、壊れてしまいました。次こそ破壊しますよ。弾を発射せずに、レーザーに当たらないタイミングを測って、ブレードを当ててみると、よし !11,305 ダメージ一撃で破壊に成功しました。結構スピードがあるので、CB レーザーを避けることもできるんですね。次はおなじみのザコキャラカルテットを狙って攻撃しましょう。
果たして全員倒すことはできるんでしょうか。スライムを食べた後、空中に飛び立って少し待つと、弾が発射されましたが、当たりませんね。それでも当てれば倒せるはずなので、何度か繰り返し弾を撃っていると、よし、弾が命中して2機を倒すことができました。残りの2機は近づいてブレードで倒しましょう。空中で狙いをつけた後、いっけー、よし、ブレードと機体が当たって2機を破壊できました。機体は燃え尽きましたが、倒せたのでよしとしましょう。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。スライムを食べたら、スイッチをオンにして、浮かび上がりましょう。そのまま少し待てば、弾が発射されます。当たりませんでしたが、そのまま急降下して、ブレードで攻撃しましょう。おりゅー！よし！ブレード攻撃が決まって、ザコキャラたちを一掃することができました。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、飛行型パワードスーツで、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？イエロースライムに効く、ガラスを装備したら、浮かび上がって、弾を発射しましょう。当たっても効かないばかりか、当たると回復してしまうので、特に意味はありません。偶然地面にある木に当たって、その時飛ばされた木が、さらにスライムに当たったせいで、少し動きました。そのままブレードで攻撃しましょう。くらえー！やったわ！ 95,287 ダメージ！巨大スライムを倒しました。私の体重と速度の乗った、ブレードの一撃が、すごいダメージを、叩き出してくれましたね。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、飛行型パワードスーツさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。